はい、ガレージライフの高橋直樹です。バッテリー上がりしたら結構パニックになってしまうんですけれども、以前もですね、ご紹介したこのオートウィットのジャンプスターターです。スーパーキャパシタ2なんですけれども、これがあればね、すごく便利だよっていうね、お話をしたんですよね。これ前もって充電いらないんですよ。だからすごくいいなということなんですが、じゃあどうやって使うのかということで、まず普通のやり方でお伝えします。どうぞ。はい、まず自分の車がバッテリー上がりをした場合、このジャンプスターターにですね、ケーブルをつないで、あとはこのプラスとマイナスに接続します。マイナスに接続した瞬間に液晶にディスプレイが現れます。今 75% を超えまして 76%、 77%、 こういう風にですね、今じわじわと上がってきております。このバッテリーね、今元気な方ではないんですけども、始動できるような今バッテリーを使っておりますので、このスピードで上がってきております。はい、90% を超えてきました。はい、もう少しで 100% ですね。でこの 100% を超えて、はい、今 PPP とパワーオンとなります。この状態でですね、今完全にバッテリー上がりをしてないんですけれども、こうなりましたらね、ここの横にボタンがあるんですよ。この赤いボタン、これを押してあげることでカウントダウンが始まります。でカウントダウンをしてピーという音が鳴ってからスターターをかけるとエンジンをかけれるといった状態になります。はい、それではいきますよ。はい、これを押してカウントダウンしている間に運転席に行ってかける形になります。今ちょっとエンジンは始動しませんけれども、ちょっとやってみますよ。はい、この間に運転席に入ります。でこのピーって言ってる間にキーを回す、始動するということになります。ご覧いただいたように、なんかもうちょっとでかかりそうだなっていうバッテリーの残量であればですね、始動できるまでの電圧がすぐ溜まるんですけども、実はデメリットもありまして、完全にもう弱ってるバッテリーから残ってるバッテリー電圧を使ってこれで上昇させるっていうのは、そうですね、だいたい30分ぐらいかかる時があります。まあ、そうなるとやっぱり JAF 呼んだ方が早いよねっていう話もなるんですけども、はい、そしてもう一点、ハイブリッド車ですね。ハイブリッド車を助けてあげることはできるんですけども、ハイブリッド車から救援していただくということはできないんですね。これはハイブリッドのシステム上特性からですね、そういうことになっております。といった場合にですね、ジャンプスターターのケーブルをつないで電気をもらうということができないわけです。ハイブリッドバッテリーなんかはちょっと見えないところにバッテリーがついてたりしますので、じゃああんまり使えないよねということもありまして、完全にバッテリーが弱ってる車から始動させるまでの電圧にするまですごく時間かかってしまう。そしてハイブリッドからは救援できない、もらえないとなれば、じゃあこれどういった使い方をしたらいいのかということなんですけども、例えば僕の車がバッテリー上がりしてしまいましたと、で、助けていただく車が1台あったとして、それがハイブリッドだったとしたら、まあ、もちろんバッテリーケーブルをつないでということはできませんということになりますが、これのいいところはですね、はい、このケースにはバッテリーにつなぐやつですね。これをバッテリーにつないで、こっちで増幅させて、電気を貯めてかけると。で、もしくは相手のバッテリーから電気をもらうこともできます。はい。で、先ほどね、ハイブリッドだと、バッテリーが見えないところにあって、それを探して電気をもらうっていうのは、まず難しいですよね。ボンネットにバッテリーがあるタイプもあるんですけど、ちょっと難しいということになったら、もう一つ、これがあるんですよね。まあ、これとあと USB も入ってるんですが、まあ、こっちですね。このアクセサリーソケットは大概の車にあるわけですからね。で、相手の車がハイブリッドで救援できなかったとしても、救援ちょっと助けてもらえますかということで、これをですね、その相手のアクセサリーソケットに入れてください。その救援してくれる車が、まあ、ハイブリッドでもね、バッテリーがボンネットにあるものであればこれでいいんですけど、そうじゃない車、もしくはですね、すごく寒い時ですよね、吹雪だったりする時に外で電気をもらうというのはちょっと辛いこともあるので、これをですね、元気な車、救援車の方のソケットに挿す、するとみるみるうちに溜まってきます。ではその様子をちょっと見ていただきましょう。これが救援車となります。これ今アクアなんですけども、
始動しますね。ここです。ここにアクセサリーソケットがありますね。はい、ここに挿しますよ。カメラの問題もありまして、表示がちらついてますけれども、もうどん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 あっという間にパーセンテージが上がっていきます。 50% ね。だからこれが全然バッテリーがない、弱いというバッテリーからですね、電気を吸い上げてですね、このスーパーキャパシターで増幅させるっていうのはだいたい30分ぐらいかかってしまうんですけど、もうどん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 ね、このようにゲージが上がっていきます。はい、今 80% を超えました。はい、90% です。この時点で、2分ちょっとですかね。はい、ちょうど3分ぐらいですね。はい、今ピーってなりましたね。はい、これでもう始動できる電圧になっております。こうなりましたら、あとはここを抜いてですね、ワニ口クリップ、これは今抜いてたんですけどね、最初から差しっぱなしでも大丈夫です。はい、始動できるまで満充電になりましたので、じゃあどうやって始動させるのかというのを見ていただきます。どうぞ。あちらの方でね、もう電気をもらっておりますので、あとはこのままここのボタンを押してスタートされると。で、また10秒のカウントダウンが始まりますので、その間に運転席に行ってエンジンを始動するという形になります。はい、はい、このピーって言ってる間にエンジンをかけると、この間に始動できる電圧が流れております。はい、ということでね、こういった使い方ができます。JAF 使えるところだったらいいんですけど、JAF を使えないところ、例えば、ね、今なかなかないんですけど、携帯の電波が入らないとか、あと、そもそも連絡手段がないとか、もう誰も助けてもらえない状況であれば、これ1台積んどけばいいです。あらかじめバッテリー充電をしておかなくていいし、ただ車に入れとけばいざという時に助かるということで、先ほども見ていただいたようにですね、バッテリーが元気な車から、これを使って電気をいただくことができるんですよ。まあ、これお守り程度にですね、入れておくと、お互いブースターケーブルを持ってなくてもですね、これがあれば救援してあげることももちろんできますし、あと自分の車ですね、万が一の時にこれがあればいいのかなと思います。僕も数回使って助かっておりますので。はい、今回ちょっと弱ってる車がなかったので、説明した動画がありますので、それは下の説明欄に載せておきますので、ぜひご覧ください。はい、ということで、今回はですね、このオートウィットのジャンプスターターのこういう使い方ができますよというお話でございました。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録をしていただきまして、一緒にガレージライフを楽しみましょう。それでは。